こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、メンズファッション言語化シリーズ、服の寿命は何年なのか編ということでお届けをしたいなと思っています。今回からこちらをシリーズ化したいなと思ってるんですが、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく言語化をしていきたいなという中で、結構皆さんからリクエストが多いのは、服の寿命ってどれぐらいなんですかという質問なんですね。まあこれはですね、結構言葉にするのがなかなか難しいんですが、まあ僕 服の今までの経験上ですね服の寿命というものをどれぐらいに考えていけばいいのかこの辺りをなんとか言語化をしていきたいなと思っていますもちろんですね洋服って日本で売られているものよくできているので本気で着ようと思ったら10年以上楽に着られると思いますそれぐらい堅牢でしっかりとしているものが多いわけなんですがただ今回の主題としてあげたいのは服の耐久性ということではなくて買った服がどれぐらいまでおしゃれに見えるのかと というところですね。ここを基準に見ていきたいなというふうに思っています。まあ服といっても結構様々な価格帯のものがありますし、ベーシックなものからトレンド感のあるものまで様々かなと思うので、それぞれ細かく見ていく必要があるかなと思うんですが、まず最初に結論をお伝えすると、僕の中ではざっくりですよ。服のおしゃれに見える寿命というのは、 大体3年から5年ぐらいまでかなというふうに思っています。まあこれはどういう基準で見たときにこういったことが言えるのかというと、まずはですね、トレンド感だとか時代性。ここがですね、一つ大きなですね、目安になるかなと思っています。わかりやすいところで言うと、僕の動画の中でもよく出てくるようなユニクロですね。そして GU というブランド。この2つがありますよね。まあこちらの2つのブランド、どちらもですね、兄弟ブランド的な立ち位置なんですが、 スタンスが違うんですね。ユニクロの方がベーシックなお洋服が多くて、一方で GU はトレンド感が強い服が多いかなと思います。このスタンスによって服の寿命って変わってくるかなと思うんですね。やはりトレンド感の強いお洋服というのは鮮度が高い状態ですね。今年これが旬だよとか、この数年このあたりがトレンドだよっていうような、そういった時代性というものが大切になるので、やはりあんまり年数が経ってしまうと、その鮮度が失われてしまって、魅力も ままた下がってしまうんですねそういった意味では GU のような価格帯がある程度抑えめでなおかつトレンド感の強い服の寿命というのはやっぱり短くて僕は2年ぐらいが一つの目安になるかなと思ってるんですね一方でユニクロは結構ベーシックな部分を主軸としていますのである程度 GU よりは長く使うことができるかなと思うんですが、まあ、それでも大体3年ぐらいかなと思っているんですねこれなぜかというと この時代性というものだけで決まるわけではなくて他にも様々な要素で決定づけられるからなんですね。 じゃあ他にはですね、どんな要素があるのかというと、服のですね、くたびれ感。これもすごく重要で、やっぱりですね、どんなに良い服であっても、長い年数を着ていれば、それなりにくたびれてきますよね。そうすると、そこには清潔感が失われたりだとか、あとは新鮮さみたいなものも失われていくので、そうなってくると、なかなかですね、ベーシックな服であっても、おしゃれには見えづらいかなと思うんですね。まあ、ユニコロのお洋服、ベーシックでよくできていますが、 やっぱりですね、何度も何度も着ていくと、どうしてもですね、色褪せてきたりだとか、くたびれ感が出てくるので、まあそういったものをですね、加味すると、やっぱり3年ぐらいが一つの山になってくるかなと思います。これはどれぐらいの頻度で着るのかとか、あとは洗濯の回数ですね、このあたりもよるので、まあなかなかですね、定義しづらいんですが、早くて2年、だいたい3年ぐらいが目安で入れ替えてもらうといいんじゃないのかなと思っています。このののお洋服のくたびれ感っていうのはうはも避けては 通れない部分であって、ユニクロ GU グローバルワークみたいな低価格帯、割とですね、お買い求めしやすい価格帯でももちろんありますし、もっと高い服でも長く着ていれば、それなりにくたびれて見えてくるんですね。セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、あとはハイブランドだとか、そういったところも服でも、やっぱり長年着ているとくたびれ感は出てしまいますね。まあ、例えばですね、具体的なブランド名は言わないですが、某有名ダウンブランドのダウンですね。これ これをですね、長年長年着てる方って結構いらっしゃったりするんですね。ブランドロゴのインパクトが強くて、牽引性もあるので、それさえ着ておけばおしゃれに見えるだろうという思考性もあると思うんですが、やっぱりですね、長く着てるとくたびれ感も出てしまいますし、トレンド感だとか時代性というところを見てみても、やっぱり数年前の服というのはちょっと古臭く見えてしまうところがあるので、どんなに高いブランドの服でも、なかなかですね、5年以上着るというのは難しいかなと思うんですね。 まあトレンド性というところを掘り下げていきますともちろん GU みたいなものにもトレンド感が強いのでまあそんなに長くは使えないかなと思うんですが例えばですねドメスティックブランドだとかあとはハイブランドですねこのあたりってトレンドの影響を思いっきり受けているのでやっぱりですねそんなに長くは使えないなという印象なんですねデザイン自体もエッジが効いてるしなおかつサイズ感とか細部のデザインだとかそういったところにもトレンド感ってものすごく 影響を受けるのでまあ、高いドメスティックブランドまたはハイブランドの服もそんなに長くは着れないなというのが僕自身の体験としてもですねある部分かなというふうに思っています一方で高い服の中でもトレンド感はそんなに強くなくてデザインは割とオーソドックスで質感がいいというものもあったりするんですよね例えばこのあたりはイタリア系のブランドですとか老舗のブランドなんかに多かったりするんですが例えばイタリア系のものだと僕はラルディー だとか、タリアトーレのコートなんかを所有していましたし、あとはニットで言ったらクルチャーニだとか、ボトムスで言ったらインコテックスだとか、PT トイノだとか、このあたりのブランドというのは、トレンド感がものすごい強いというよりは、割とベーシックで大人の着こなしには合いやすいものが多いんですね。そういったものは結構長く使えるかなと思っています。まあ、僕自身もラルディーニとがタリアトーレのコートは一回買って、それをですね、大体四五年ぐらいは着たかなと。 という感じなんですね。いわゆるトレンド感の強いドメブラですとか、コレクションブランドよりは長く着れるかなと思うんですが、ただですね、そのようなベーシックなアイテムであっても、5年ぐらい経つと竹のバランスだとか、身幅のバランスだとか、微妙にアップデートされてるので、定番的なものでも、5年の壁っていうのはなかなか濃えづらいなというのが、個人的な感覚としてはあります。ですので、長く着れるかどうかというところには、ベーシックなのかトレンド性が高いのかによって、 よって、まあ、大きく左右されるというところは頭の片隅に置いていただければなと思っていますあともう一つですね僕の中では大切だなという項目があって ワクワク感みたいなもんですね。この気分の紅葉みたいなものっていうのはやっぱり長く着てるとどん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 移れていくものなんですね。買った時にはやっぱりですね、テンションは一番高い状態なんですね。今鮮度の高い GU の服を買いました。だけどもそれが来年になったらぐっと鮮度は下がりますし、再来年になったらちょっと古さを感じる可能性もあると。そこですね。ここっていうのは確かにあって、ユニクロの服なんかはベーシックですごくいいんだけども、 トレンド感感感みたいいいなななななもののはそんなに強くないのでワワクワク感だととかかか高揚感ってなかなか出しづらいところなんですよね、まあ、このあたりがベーシックにもトレンド性の高い服にもメリットデメリットがあるんですねベーシックな服というのは、まあ、ある程度長くは使いやすいんだけども着た時の高揚感はトレンド服よりはちょっと劣るというところがあるんですね、まあ、トレンド服というのはやっぱり時代の感覚に合っているので着た時の高揚感気分が 上がるとというところははやっっぱり高いいいんんででですすよだけども長くはちょととと着づらいというとここメメリットデメリッットトデがあるんですね、まあこのようなワクワク感っていうのはすごく大事な部分ではあるかなと思うんですがやっぱりどんなに気に入った服でも3年間くらい着るとやっぱりですね新鮮さとかワクワク感が徐々にですね落ち着いてくるんですね特にユニクロ GU グローバルワークとか価格帯の安い服というのはそも,そもそもそこまでですね気分が高揚するっていう感じよりはコスパの良さを優先 している服ななのののでででそこまでの高揚感がないのでやっぱり2、3年ぐらいするとちょっと飽きてもう着たくなくなってくるかなっていうのがあるかなと思います。まあセレクトショップのオリジナルというのは価格的にはちょっと高揚感があってなおかつデザイン的にはベーシックさとトレンド感が程よくミックスされてるので割と使い勝手がいいかなと思うんですね。だいたい3、4年ぐらいは使えるかなと思うんですがやっぱり使っていればくたびれ感も出てくるしトレンド感も少しずれたりだとか 高揚感みたいなものも徐々に減ってくるのでまあだいたい3年から4年ぐらいが一つの目安になってくるかなと思っていますただこのあたりの3年から5年ですね一つの寿命だとは思ってるんですがこういった5年以上っていうところをですね超えてくるような名品っていうのも確かに存在するんですよね例えばですねアイテムで言うと お洋服類よりは小物系ですね。こういったものの方がある程度長く使えるものが多いかなと思います。まあ、具体的に言えば、例えばですね、時計みたいなものは結構トレンドの影響は受けにくいですし、ある程度長く使うことで経年変化ですね。このあたりも含めて味わいを楽しむことができるんですね。このジャンルっていうのは結構稀で、服っていうのは使っていくたびにどん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 劣化していく。 ももしくくくはは味わいいいいい深くなっていくかってててかう2つののベクトルがががあるるると僕は考えているんでですすすほぼ劣化するものが多いですただ、服の中でも高くて上質なものは使えば使うほど自分の体に馴染んだりだとか風合いの良さが出てくるようなものがあったりします。こういったものというのは結構ある程度根が張るものが多かったりするのでなかなか手に入りづらいものが多いんですが、まあそういったものは服のジャンルよりも時計だとかあとは靴だとかバッグですね。 このジャンルだったらもうちょっとですね、アイテム数が増えてくるかなと思います。僕が今している時計もですね、もう7年ぐらいですかね、7年か8年ぐらい使っていますが、まだまだ使えます。このような機械式時計に関しては、長い方はもう数十年と使うわけなんですが、まあ、トレンド感もそんなに大きくないので、これからもしばらく使っていく予定ですし、あとは靴なんかでも、例えばですね、こういったローファー系ですね、ブラックのシンプルなローファーですね。これは僕 知人から譲り受けたものなんですがジョンロブのコインローファーもらってから多分7年ぐらい経っていてその方もかなり長く入ったと思うので 10年以上前のものなんですが、そこまで時代感は強く出ないですし、これからも使えるような名品かなと思うんですね。まあこういった革靴系ですね。ちょっと値段が張るようなものは長く使えます。オールデンだとか、クロケットジョーンズだとか、パラブーツだとか、まあそういった名作ありますよね。そういったものは長く使えると思いますし、なんだかんだでスニーカージャンルでも結構くたびえてきましたね。こう見るとくたびえてきましたが、こちら、メゾンマルジャーのジャーマントレーナーですね。これも なんだかんだで僕の中では5年ぐらい使ってるんじゃないかな ?4、5年ぐらいは経ってると思います。未だにこれは店頭で置いていますので、そういった意味ではトレンドの影響をそこまで強く受けないような名作かなと思います。あとはニューバランスのスニーカーですね。このあたりもデザイン的には結構オーソドックスで、何度も何度も復刻されたりだとか再リリースされたりするぐらいのものなので、割と息が長く使えるアイテムなのかなと思います。ただやっぱり長く使ってるとくたびれ感が出てくるので、その この辺りは清潔感が漂わなくなってくる段階というのがあるので入れ替える必要があるかなと思うんですがこういった小物系というのはこの5年の壁みたいなものを超えて、まあ、10年ぐらい使えるものもあったりしますよっていうところですかねまあ革靴は10年以上使えるものもあると、まあ、スニーカーに関してはやっぱりどんなに長く持っても56年とかそれぐらいかなとは思うんですがまあ大切に履けば長く使えるものもあったりするかなという認識ですねあとはバッグ みたいなものも長く使えるかなと思います僕の中ではこれ長く使っているイブサンローランのですねレザート,ートートバッグなんですがおそらくこれも 5、6年経ってるかなと思います。まあ、レザー系のトートバッグ、先日もご紹介しましたが、これはですね、旬なアイテムというわけではないんですが、定番的な位置づけで、これからも長く残り続けるようなジャンルだと思います。まあ、こういったものなんかは、ちょっと良いものを買って、長く使うというのは、ありなのかなとは思います。ただ、このバッグに関しては、僕はですね、思うところがあって、買ってから何年か経つと、自分のライフスタイルとか、そういったものが変わる可能性があるんです、ね 買った時にはサイズ感ですね。これぐらい大きくても良かったんですが、年々ですね、荷物の量が減ったりだとか、僕自身外に出る場面が減ったんですね。時代の大きな変化、打ち合わせに関しては人と直接会うことよりもオンラインですることが多くなったので、そうなるとあんまりですね、こういったバッグ、大きいものを持って外を出ることが僕は少なくなったんですね。ライフスタイルの変化をした中で、この大きさというのは僕にとってはちょっと マッチでであんんまり使わなくななくったというのも事実なんですね、まあ、このように何年か経つと自分自身の心境も変わったりだとかライフスタイルなんかも変わったりするんですよなのであんまり高すぎるものを買って10年以上使おうとか一生もの感覚でこれは買おうというのは僕はあんまりおすすめではないかなと思っています革靴なんかもそうですねいろんな高い革靴を買ってきましたが僕のライフスタイルに関しては,今は ま断然スニーカーの方が合ってるので、もうレザー系のシューズってほとんど履かなくなったんですよ。まあ、このように高いもの買っても意外と長く使えない可能性っていうのはあったりするので、まあ、そのあたりの消費というのは慎重になった方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、それ以外にもお洋服にも長く使えるものがあったりして、例えばこちらの画像のようなセントジェームスだとかオーチバルのようなもうベーシックでクラシカルなボーダーのカットソーですね。このあたり 最近またですね、改めて人気が出てきてるわけなんですが、こういったものというのは、もうずっと長い期間愛されてきてるものなので、結構長い間着れたりするような名作なのかなと思います。あとはジョンスメドレーのニットなんかもそうだと思いますし、あとは僕の手持ちのものだと、 こういったバブワーのアウターとかそういったものなんかもまあ長年使えるような名作なのかなと思いますただやっぱりサイズ感だとかそういったところは細かな調整があって今の空気感に合ったものを着ることが大事だと思うんですね、まあ、バブワー僕も今まで何度か買っていますが過去に買ったものはタイトが主流だった時期なので割とコンパクトなサイズで買ったんですねただ最近のバブワーのアイテムっていうのはちょっと緩めに着た方がいいかなと思うので定番的なものでもサイズ感みたいな もののは変わってくるのかなと思いますあとは、ドメスティックブランドなんかで言うと、こういったテアトラのコートっていうのを僕は持っていまして、まだ買ってそんなに経っていないんですが、もうこれは名品で、結構長い間繰り返しリリースされてるような、そんな定番的な位置づけなんですね。まあ、テアトラもそうだし、コモリの体力券コートとか、まあそういったドメスティックブランドの中でも、毎シーズン継続で続いていくようなアイテムがあるんですが、まあそういったものに関しては、ちょっと高くても5年を超え もう本当にに8年とか10年とととかかか10使えるるもももののののなななくはははいいいいいでそういったものに投資をすす僕思まユニクロ GU グローバルワークみたいな低価格帯のものは、まあある程度は2、3年で消費していくっていう感覚で、セレクトショップのオリジナルはそれよりもちょっと長くはなってくるんですが、とは言っても、ワクワク感だとか、くたびれ感だとか、トレンド感だとかっていうところは、多少ですね、3、4年経ってくるとずれてくるので、買い替えが必要かなと思います。で、イタリア系のブランドは だとか名作系はま5年ぐらいは持つかなと思うんですが定番的なデザインのものでも意外と流行の影響というのは受けやすいんだよというところは頭の片隅に置いておくと僕はいいんじゃないのかなというふうに思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではメンズファッション言語化シリーズの中で服の寿命について皆さんと一緒に考えてみました。まあ、今回お伝えしたことは僕の経験から来るですね、僕自身の持論なんですね。まあ、皆さんも独自の考え方を持ってるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんのご意見もですね、コメント欄まで書いてですね、教えていただけると嬉しいなと思っています。まあ、僕の中では結論として3から5年ぐらいがお洋服の寿命かなというところがありまして、物によってはそういったところ 超えて長く愛せるこのあたりを頭の片隅に置きながらお洋服を買うときには3年くらい使うとしたらどれくらいまで投資できるかなとか、まあ、コートに関してはちょっと良いものを長く着たいので5年くらい着る見通しでちょっと良いものを買おうかなとかこんな形で買うものをですね選定してもらうといいと思いますしあとは断捨離ですね皆さんがお洋服をですね処分する際にもまずは5年以上前のものは大体捨てて OK だと思います まあ5年以上前のものの中にも、いわゆるこう名作と呼ばれるようなものはありますが、時代を超えて使えるようなものはかなり少ないと思った方がいいと思います。どこどこのブランドのコートだから長く使えるだとか、そういったものって意外となくて、それなりに時代感っていうものが出てしまうので、まあ5年が一つの目安で断捨離をしていくのはいいかなとは思います。まあぜひ今回のですね、服の寿命というテーマですね、皆さんなりに改めて考えながら、 今後の買い物ですとか、断捨離にですね、生かしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこのような形で、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少しトレンド感のあるですね、お洋服ですとか、個体の強いようなアイテムに関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で深く解説をしています。週にオリジナル動画を4本出していまして、そのうち1本はライブ配信を行っています。皆さんのご質問に直接お答えする形で展開をしてます 気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンも主催をしています。そちらの方では、写真と文章ベースで、おすすめのアイテムですとか、着こなしの解説を行っています。僕の方では、い日ちいち2回記事をアップしていまして、僕以外のスタイリストの方が記事を書いてくれたりだとか、あとは、参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちら こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山修でした。また次回の動画もお楽しみに。